はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。なんか今日その左の親知らず下ですか、それの抜く手術のことで、病院行って相談してきたんですけれども、全身麻酔で最短で3泊2日の入院ってなっちゃうらしくて、なんか大事になっちゃったなぁって。まあ時期はですね、来月、まあ急がないんで、来月か再来月、実は今、コロナの関係で不要不急の手術できないらしいんです。まあちょっと大きな病院なんですけれども、3泊2日が歯脱ぐのになぁ。大事になっちゃったなぁとちょっとうつうつしている場合であります。別府の方でですね、なんかイスラム教徒がですね、土葬してほしい、日本全国で土葬できる墓地が9箇所しかない、23万人イスラム教徒が全国でいるのにですね、9箇所がいっぱいになったらどうしようみたいな、そういうようなのが記事になっておりまして、日本はですね、帝国は高温多湿じゃないですか。でそのまま埋めちゃうとさ、土壌汚染、水質汚染で伝染病蔓延と、そういうことが過去あって試行錯誤と紆余曲折を経てですね、ご遺体は火葬っていうのが一般化してますよね。全国で9箇所しか土葬できないっていうことは、それ以外何千箇所墓地があるんだか知りませんけれども、そこ全部火葬ってことですよね。なんつったって帝国は高温多湿なんだから、それをね、砂漠で乾燥しまくってて、なんかそのまんま置いといてても、ひっからびて、ミイラになっちゃうようなとこの常識を、このね、高温多湿の帝国に持ち込まれても、迷惑千万じゃねえか。迷惑すぎますよね、そんなのね。つったってさ、まあそういうことを主張するやつがいるとですね、まあこれね、日本の左翼にそそのかされてこういうこと言わされてんじゃないかって私は疑っておりますけれども、日本を破壊したい左翼どもの入れ知恵でこういうこと言わされてんのかもしれないですけれども、あんまりね、声高にこういうことを言い出すとですね、イスラム教徒全体の印象がものすごく悪くなりますんで、日本人の。まあ私が主に政治活動しておるですね、国鉄大塚駅はですね、実はモスクがありまして、イスラム教徒を見かける機会が多いんですよ。でね、まあインドネシアの人かなみたいな、その堀の深くないイスラム教徒なんかもよく見かけます。で土葬させろみたいなわがまま言うごく一部のせいで、イスラム教徒全体の印象が悪くなりますから、こういうねわがままな主張、砂漠の常識持ち込むな、高温多湿の我が国っていう連中は日本におけるイスラム教徒全体にとっても迷惑な存在であるのだから、日本人に迷惑かけねえで内部で勝手に粛清してくんねえかな、知らねえうちに。そんなこと言うなってね、俺ら全体のイメージ悪くなっちゃったり嫌われちゃうんだろつってですね、粛清してくんないですかね。言って黙んねがったら、物理的にでも
粛清、勝手に俺らに迷惑かけねえちに、それがあの共存共栄ってもんじゃないでしょうか、ないでしょうか。あって、あとね、あのそんなにカスボが嫌だったら日本に住むの不可能だよ。とっととお引っ越しされることをお勧めしますけどね。だいたい我が国もですね、火葬なんて手間かかんだから、昔はですね、ワンうんとこさ、焚き木であの必要だったわけじゃない。で今だって火葬場って燃料なんでしょうね、重油とかですか、それ必要なんだからわざわざそうやってる理由を考えろって。そのまんま埋めっちゃった方が金もかかんないし手間もかかんないんだから、あえて金かけて手間かけてエネルギー使って仮装にしてる理由をよく考えろと。あとそういう主張するやつは内部で勝手に粛清しろと主張させていただきたいと思います。岸田総理独自の新リアリズム外交を表明しました。産経新聞記事、宏池会の大平正芳元総理、宮沢喜一元総理の外交がリアリズム外交と説明しているが、両名の外交のどこがどうリアリズムなんだかさっぱりわかんねえ。まあ宮沢喜一大平正芳元総理の外交をグレードアップしたものを新リアリズム外交と言ってこれから展開するみたいなことを言ってんでしょうけど、岸田総理ね、新リアリズム外交方針について外務省、防衛省、国家安全保障局に具体的な指示は現在のところない。なんだ、なんかスローガンだけか、具体的にこうしますああしますはねえのか。まあ産経新聞は批判的に書いてますけどね、言ってみただけの可能性が高いです。なんとなくかっこいいこと言っちゃおうみたいな、そういうような可能性が非常に高いですね。ネットの反応です。何言ってんだこのジジイは。言葉遊びしてる場合じゃない。そういうならもっと現実的にやれよ。無能感がすごい。非リアリズムことなかれ外交だろう。新しい資本主義とか大風呂敷が好きなようで、検討する、適切に判断する、関心持って注視するばっかで何もせんやないか。なんかカタカナでごまかそうとしてる。宮沢喜一の媚び中外交を踏襲か、やってる感ばっかの無能って一番嫌われるよね。散々な言われようですね。テレビしか見てない層の支持率は高いようですけど、これ単にねノープレイ、ノー失点なだけでは、何もしねえから何も失敗しねえって、それだけのことでは。新しい資本主義も結局未だにどういうものか分かんねえし、説明もないしね。なんか横文字で煙巻いて、未だにですね二重も掲げた公約の一つも実現できてない小池都知事となんか同じ匂いがしますね。どっかでですねこんなことも言ってました。高度の柔軟性を維持しつつ臨機応変に対処するとかなんか言ってましたけど、これって行き当たりばったりのことじゃねえの、なんか違うのかって話。天安門でやらかしてですね、世界中からソース感食らってた中国をですね、天皇陛下訪中で救った媚び中の宮沢喜一の外交をですね見習うとすれば大問題ですね。これ時代が一気に13年逆行する恐れがありますね。2009年鳩山由紀夫内閣まで逆行しちゃう恐れがある。言葉だけ走って具体的に何も考えてない方がむしろマシだな、何にも考えてない、何にもやらないっていう方がマシだな。岸田総理ね無能無策でいいから余計なことすんなよ。あと早く高市さんに交代しろ。岸田総理に望むのはそれだけですね、私の場合ね。
大宮市でベトナム人の22歳と24歳の男を逮捕。20代男性のベトナム人技能実習生を監禁した容疑だそうであります。ネットの反応です。最近本当にベトナム人の犯罪が目立つ。奴隷ブローカーの暗躍化、グループ犯罪が多いのも特徴。実習制度もうやめろ。価値観を共有してない社会主義の国からの入国を許してるのが分かんない。これ知らない方も多いと思いますけれども、ベトナムって共産党一党独裁のミニ中国ですからね。ミニ中国だから、日本みたいな資本主義、民主主義、自由競争、自由経済、人権尊重から真逆の国に来てんだよ。だからね、砂漠の民が自分らの常識持ち込もうとして、そんなのダメだ言われてんのと同じように、愛っこないっていうか、本人らも戸惑ってんじゃないの。自分の国と随分違うとこ多いなっつってね。国別の犯罪率を毎月発表して、日本国民に性善説の考えを改めるよう法整備しよう。これ私も大賛成であります。毎月と言わず毎日、今日の外国人犯罪みたいなのを報道すりゃ、ちょっとはね、日本人も平和ボケなおんじゃねえのかな。一体何十年平和ボケしっぱなしなんだ。苛立ちますけれどもね。いつになったら自民党は目が覚めるのか。アホしかいないの。まあアホっていうかね、知らないんですよ。豊島区もですね、こいつなんですけど、60歳以上の自民党議員なんもしな、ああテレビしか見てねえんだなっていう人ばっかで、なんもしな、全然しな、もう絶望しますよ。60以下はいきなり豊島区においては50歳以下ばっかりになんですけれども、この人らは分かってます。非常によく分かってます。あ、俺と同じ年の自民党議員さんも全然分かってます。席隣なんですけど、すげえ分かってます。ただ立場上あんまり言えないだけで、あとは岸田総理の批判とかできないだけでね。まあこういうこともあっからですね、外国人実習制度は大反対なんだ、私は大反対。で、予想される段階をですね、党に過ぎて外国人組織犯罪頻発が現実のものになっとるやんけ。あちこちで家畜盗んだり、農作物盗んだり、あとはベトナム人がベトナム人を殴ったり監禁したり。立候補予定ですね、参院選東京選挙区でも外国人生活保護廃止とですね並んで実習制度やめろ訴えるつもりであります。安い労働力を輸入したいですね、企業の付けをですね、いずれ国民が負担することになるんですよ。これ地下に潜った外国人による治安悪化と、表に出てる外国人の福祉ただ乗りに自分らの孫が苦しむんだと。安い労働力欲しいっつって自民党を突き上げて実習制度再開させようとしている経団連はね、そうでなくてもですね、実習制度はすでに外国から国連からですね奴隷貿易って指摘されてんのにな。数十年後ですね、強制労働させられたって訴えられることも十分予想できますよ。自民党はですね、何億円も何十億円も、まあトータルでね、献金してもらってる経団連、経済界に逆らえないのかもしれないですけど、映画に出てくるですね、巨大企業が支配する未来として、大体ろくなもんじゃないでしょうが、経済界の言うことばっかり聞いてると、ろくなことになんないんすよ。帝国も。つうか、なんでそんなに献金欲しいんだって。議員の報酬、
結構あるやんけって思うんですけどね。私なんかね、孫が苦しむんだからやめろっつうの。あの年間数千人単位で失踪者出してんのに、これがあの社会不安と言わずに何と呼ぶんだって話ですよね。反対ばっかで対案ないのなーっていう批判に耐えかねてですね、立憲民主党がですね、プラスチック廃棄物削減法案を国会提出、10日に国会提出したそうであります。有料レジ袋の値上げ、スプーンやフォークなども有料化し、プラスチックゴミ全体を削減と、プラスチックはゴミになるっていう認識らしいんですけど、立憲はね、してみっと、車なんかも、今は大量のプラスチック部品使われてますよね。で、あらゆるあの工業製品にもプラスチック部品、まあ、あの手で作業するような電気ドリルとか、そういうの、スマホだってプラスチック、そういうの全体を憎むことになるのかな、立憲はな。ネットの反応です。違う、そうじゃないやらなくていいことしかやらない、そうやって国民生活が豊かになるんか、ということは有料化はやっぱり間違い、国民に嫌がらせするのがお仕事です。それゴミ出しまくりの中国韓国に行ってくんないか。小泉くんの本来いるべき政党が見つかったね。進次郎と河野を引き取ってくれ。河野太郎はですね、自分が大株主の日本端子っていう会社がソーラーパネル関連の仕事やってるもんで、ソーラー推しがひどくてですね、で売国奴って呼ばれてんですけれども、中国製のソーラーパネル買いたくて買わせたくて仕方ねえっていうね、綺麗事で経済を停滞させようとしてる。プラスチックの原料って石油なんですよね。意外にこれ知られてないケースあるんですけど、小泉進次郎、この人本当にあの頭悪いと思います。IQ で言ったらまあ85ぐらいかな。フォレストガンプといい勝負してんじゃねえかなんて私は思いますけれども、レジ袋なんてですね、石油のですね絞りかすなんですよ。あとは捨てるしかねえな、レジ袋にしないんだったらっていうような部分使ってますんで、別にね、あのレジ袋減らしたって環境負荷は大した変わんねえ、かえって捨てねえだけマシっていうものなんですけどね。帝国が出すプラゴミなんて極めてわずかですよ。中国はあのそんなことを気にせずに海に山に捨てまくりでしょ。で、あの自分とこのあの地面に埋めちゃって、こいつらもですね、自分らの孫が苦しむっては一つも考えねえ、愚かだな。だから4000年も5000年もあの通りなんだな、先進国になれねえんだななんて思ってますけれども、綺麗事でね、帝国が自爆してる間に、自分で自分の手足を縛ってる間にですね、中国なんかは気にせずにゴミ捨てまくって物を製造しまくってね、安いコストで、なんつったってあのそういうの考えなくていいんだから、そういうの考えなくちゃいけないところよりは安くできますよね。経済抜かれるって話。立憲の提案はこれを狙った代物じゃないか。帝国の経済を停滞させるためにゴミゴミ言ってんじゃねえか。立憲の逆が帝国の正解。これは朝日の逆、NHK の逆、共産党の逆が帝国の正解なんですけれどもね。つまりあのレジ袋有料化も間違いだった。間違いだった。ついでに言えばですね、私が子供の頃には各種リサイクル料なんてなかった。ゴミ捨て場に普通に捨ててた。何にもしなくて。今はね、あの椅子でも机でもなんかあの500円ぐらいのリサイクル券貼んないと持ってってもらえないですもんね。消費と経済の足引っ張ってんですよ。あと不法投棄も増えしね。500円も払いたくない人がいるんですよ。そうするとね、道路のあの土手なんかに机だの椅子だの捨てちゃうっていうね、そういうのを増やしてますよ。消費と経済の足引っ張ってます。これあの買うときにゴミ捨てることを考えると買いたくねえなーって、
ミニマリストになろうかなみたいになりますよね。消費税もそうですけど、値段以上の金出さないと買えない、消費の足引っ張って消費を冷えさせてますよね。したら経済もダメと。自民党議員ってなんでこう綺麗ごとに弱いのかな。そこにつけ込んだ立憲がもっとね、あのプラゴミ厳しくしましょうみたいな法案提出してますけど、なんでこう綺麗ごとに自民党弱いのかなって、リサイクル量のつけちゃってね。政治家はですね、傲岸不遜ぐらいでちょうどいいんじゃないの。傲岸不遜、傲慢かまして、かましまくって。だってさ、普通の人より自分の考えを押し通すって機会が多いんだからね。議員は揉めてなんぼって私は思いますけれどもね。カーリング女子日本がデンマークと戦って日本が勝利いたしました。朝日新聞社系列、日刊スポーツ、デンマークまさかの逆転負けって報道しちゃってですね、なんでデンマーク目線なの、炎上しておりました。ネットの反応です。どこの国の新聞だ、海外のメディアかと思った。いかにも朝日らしいな。日本敗退を希望してたのか。日本人記者がいないんだな。日本が勝って悔しかったんだろうな。非常に不愉快で気持ち悪い。つい本音が出ちゃったか。もう日本人が読むものではない。こんなの買ってるアホがまだいるんだ。朝日は早く潰れてね、などなど。朝日新聞には日本人はもういません。ゼロです。全員外国人になりました。日本人は朝日の商品買うべきではありません。日刊スポーツだの、リテラって雑誌だの、新聞は言うに及ばずね。朝日新聞の出すもの出すもの、日本人は買うべきではありません。日本人の会社から買いましょう。テレ朝も見ないようにテレビ捨てましょう。これが言いたいんですけどね。だって番組には必ずですね、だからこれがこれを買えっていうのが隠れてますからね。散々あのいい商品とか旅行とか手が届かない異性とか素晴らしい異性とか散々出しまくってね。まあスポンサーのためなんですけど、これを遮断してですね、余計な欲望を刺激しないことで非常に精神が安定します。非常に精神が安定します。私も20年もテレビない生活してますけど、精神安定しております。テレビ廃棄は情緒不安定にも兆候を示します。だからなんかあの情緒不安定の人とかうつうつしてる人とかは試しにテレビ捨ててください。テレビはすべて帝国の一番の害悪と言ってもいいと思います。テレビを滅ぼせばかなりのことが改善しますよ。消費税だって下げられるかもしんねえしね。財務省がなんつったってあのテレビ使って国民一人当たりいくらいくらの借金なんて大嘘吹き込んでるしね。ついでに親会社の新聞も滅ぼしましょう。みんながあの利用しなくなればいいだけで簡単ですよ。テレビ捨てたら精神が安定する、情緒不安定が治る。皆様も周りにそう教えてあげてください。よろしくお願いします。ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。